コズの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、こちら。ガバン。はい、出ましたね。はい、またことぶきやから呪術廻戦。今度は伏黒めぐみですね。はい、伏黒はね、箱でかいな。やっぱ玉剣がいるからね。いや、これでけえ。かっこいい、はい、ということでね、今回はこちらを開封していきたいと思います。では早速ね、ブリスターの状態ですね、見ていきましょう。はい、ブリスターの状態ですね。はい、ブリスターもボリュームあるね。はい、まあ、台座がね、一番下にあって、本体と玉剣があるって感じですね。はい、ではね、早速本体をね、見ていきたいと思います。はい、まずはね、玉剣。はい、ここにかませのスポンジがありますね。はい、これを取る。はい、いや、いい造形、すごいな。いや、結構ね、重量もありますよこれ。いや、これいいな。影からこうね、出てくる徳佐の影防術。はい、それの玉剣白。いや、かっけえ。いや、これだけでもちょっとした置物になるね。うん、いや、これいいわ。ちゃんとグラデーションもね、ちゃんとできなってるし、うん、ほんと影からにょきって出てる感じがね、よく表現されてますね。わ、これいいね。はい、はい、では続いて伏黒。伏黒は特にかませはないですね。はい、いや、伏黒もこれはいいね。ちゃんとね、手の指も影防術の使っている玉剣の形してますね。犬の形。顔もね、伏黒そのまんまですね。いや、これいいね。毛先もね、シャープですよ。痛いぐらい。すげえ。いや、この制服のシワとかもね、造形も素晴らしいですね。塗装もね、しっかりグラデーションとか陰影がはっきりしてて、すごい。この靴とかもね、すごいね、塗り分けられてます。はい、うん、かっこいい伏黒。で、続いて台座。はい、こちらですね。台座もね、凝ってますね。もう影をね、もう前面に押し出してる感じ、うん、まあ術式、伏黒のね、術式に合わせた台座になってますね、ちゃんとね。いや、これはいいね。
では早速ね、本体と組み合わせてみたいと思います。はい、はまり終えました。では見ていきましょう。こちら、やばいぐらいかっこいいなこれ。いやすげえこれ、ボリュームがすごい、重いしね。でね、あのね、これ入れる時なんですけれども、結構玉剣の穴がねちょっと合いづらいんですよ。なのでちょっとね、柔らかくしてから入れた方がいいかもしれないね、ドライヤーとかで。節裏も同じでやっぱちょっと硬いんだよね、穴入れるのに。なのでね、ドライヤーで温めて柔らかくしてから入れた方が無難かなと思います。じゃないとね、ほんとやらかしちまいそうですポキッとね。はい、いやこれはいい、かっけ。いやこれ節黒の決定版だねこれね、今んとこ。おかっけ、いやすごいわ、寿屋さんすごい頑張ったね。イタドリよりいいね正直イタドリよりよくできている。やばいこれは。はい、でこれね、私、まあもうご存知かと思いますが、寿屋オンラインで購入しましたのでね、はい、言わずもがな。こちら表情解パーツ、こちら付属してます。はい、それがこちらですね。はい、はい、これスマイル検知してますね。ということでこれはスマイル顔です。ちょっとニヤついてる感じかな。うん、こちらをね早速取り替えてみたいと思います。はい、表情のね違いはこういうこんな感じです。ちょっと微妙な感じもあるけどね、うん、こっちが通常でこっちがスマイル。一応スマイル検知もね、こっちが 5% でこっちが 15% ですやっぱちょっとこっちの方がニヤついてる感じなのかな。はい、では取り替えてみたいと思います。はい、ではね見ていきましょう。こちらスマイルしてますねちょっと口角が上がってる感じ、うん、ちょっと優しい目つきにもなってるね、うん、いやこれはこれでありなんだけど、通常顔の方が合ってるよね。ということで私はまたこちらのフェイスパーツは保存して通常顔パーツで飾りたいと思います。はい、ということでね、今回は寿屋から伏黒恵、いやーこちら開封させていただきましたがね、これは出来素晴らしい。はい、今までの伏黒だっけめっちゃ噛んだけどね、今までの伏黒で決定版だと思います本当。うん、これは推しだったらたまんないんじゃないかな。ということでね、今回も回転台座に乗せてね、じっくり見ていただきたいと思います。ぜひね、このチャンネル登録してない方は、チャンネル登録よろしくお願いします。では最後は回転台座にてお別れします。ご視聴どうもありがとうございました。解かねては愚かな僕の積み重なる変え
ない。